生命分子の構造と機能の働きについて調べています。生体を構成している基本的な物質がタンパク質です。髪の毛を構成しているケラチン、筋肉を構成しているアクチンとミオシン、あるいは免疫現象を司る免疫グロブリン、このような生命活動を担う上で非常に不可欠な構成要素であるタンパク質の形と動きを原子のレベルで調べるというのが私たちの研究になります。タンパク質が固有の働きを発揮するためにはそれぞれの分子が独自の三次元構造を取る必要があります。タンパク質というのはアミノ酸がつながった基本的な一本の紐なんですけども、それが複雑な折りたたみの過程を経て特徴的な三次元構造を形成、それによってそれぞれのタンパク質が独自の機能を発揮することができるわけです。でこのようなタンパク質の立体構造をこの原子のレベルで調べる手法の一つに核実共鳴法という方法があります。これはタンパク質を構成している原子が磁気的な性質を持っているということを利用する物理科学的な計測手法で、巨大な磁石の中にタンパク質の溶液を設置して電磁波を当てた後の原子の応答を解析することによってタンパク質分子を構成している原子一つ一つの情報を取り出すと、非常に強力な方法です。分子科学研究所には世界最高レベルの超高磁場の NMR 施設を活用することによってこれまで捉えることができなかったタンパク質の形や動き、機能の発現のメカニズムというものが明らかになっていくわけです。